これを買って QOL が確実に上がりましたし、これを買って外に出かけたいっていうそのワクワクした気持ちになれるんですよ、うん、っていうので本当にこれはもう今年一買ってよかったなっていうのにランクインしますね、うん、はい、おはようございます。今日はどこにしようかな。じゃあ紅茶で、はい、あ、はい、ありがとうございます。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、ただいま。結構ペイパルのお土産ありますかね。お土産が頻繁になってきてましたかね、はい、頻繁ですか。はい、5月13日もあります。1万6100円のやつなんですけど、内訳、その中の送料が1万2800円です、はい。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ということで、税理士さんとの打ち合わせが終わりました。いやー、めっちゃ心強いっす。はい、ということで今日の全日程が終わりましたので、撮影していきましょう。今、午後の3時10分ですね。はい、どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。でですね、前回の動画からまた日にちが空いてしまってすいませんでした。はい、また再開ってできると思いますので楽しみにしてくれたら嬉しいんですけども、今回はこれがいいやと、もうこれで十分というふうに思えるものに出会いましたので、今回それをちょっと紹介させてもらいたいなということで動画を撮っていきます。まあタイトル出ちゃってるんですけども、今回はこれを紹介していきます。なのでそれに対するまずストーリーから紹介させてもらいます。で、僕普段ですね、革靴とかそのチェルシーブーツとかサイドガーブーツっていう結構おしゃれなものを履いてたんですよね。なんですけど、そうするとかかとだったり膝の部分だったり腰が結構疲れちゃってたんですよ。で、なんとかその歩きやすいスニーカー欲しいなと思っていろいろ探してたら、こういうですね、ナイキのこれベイパーマックスって言うんですけど、これはナイキから発売されているベイパーマックスフライニット3っていうやつなんです。で、これの何がいいかって言ったら、このかかとのこのクッションの部分ですよね。これがめちゃくちゃ柔らかいんですよ。そう、こんな感じでグリングリンすごいんですよ。見た目はかなりスポーティーですよね。なのでこれ一足だけでプライベートもビジネスシーンもいけるかって言われたら、ちょっと難しい時もありました。まあでもそれを差し置いたとしても、このクッション性が最高すぎたので1年間ほぼ毎日履きっぱなしでした。でも毎日履きっぱなしでもほぼ形が崩れてないので、やっぱりこれはいいですね。うん、ただこれをですね、最近1日1万歩って言ってやって歩いていたりするんですけど、それでもやっぱりかかとと膝が疲れてしまいます。このベイパーマックスを買った時っていうのは、1人でネットで調べて買ったものなので、次はちゃんとその道に詳しい人から話を聞いて買おうって思いました。で、今回はそのスニーカーマニア歴20年以上の野口さんに話を聞いたところ、ニューバランスがいいよっていうことで紹介してもらったんですよ。ただこのニューバランスって900番台とか574だったり1300とか1500っていうのはいろんなタイプがあるので、もうどれがどれだかちょっと難しい方ですね。なので原宿のニューバランスのそのビルに行って、いろいろこう試着とか、全種類を試着してみました。そして購入したのが996っていうモデルです。かっこいいっすよね。足のサイズは 25.5 センチということで、意外と僕足ちっちゃいんですね。
ニューバランスって言われた時に、いやこれギッチギチに詰め込まれてるから結構硬いんじゃないの、歩き疲れるんじゃないのって思ってました。でも実際履いてみて、足材の衝撃だったりかかとだったり足の衝撃が少ないものはもうダントツこっちのニューバランスでしたね。まあゼロじゃないです、もちろんコツンコツンっていう感覚がきますけど、ただそれの弱さっていうのはもう確実にこっちの方がソフトでしたね。実際これで1万歩歩いていましたけども全然疲れないです、膝かかと全然疲れない。なので家に帰ってきてからもそのやりたいことだったり動画編集とかね活動にも集中できるんですよね。なのでこれ本当買ってよかったなって思ってるんですけど、ただここで終わってしまうとなんかもうちょっと内容冷たいなっていう感じがしますんで、もうちょっと話していきます。あ、ちなみにこれ足の裏アルコール消毒をバッチリしてあるんで室内でも安心です。はい、ちょっと写し方が下手なんであれなんですけど、こういう感じで結構子供っぽくはないですよね。大人でもカジュアルみたいな。上から見るとこんな感じです。まあ、派手さはないですけども、でも地味すぎないっていう感じですね。もう十分かっこいいです。ただこのやっぱ色なんですよね。マニアの人も言ってましたけども、このスニーカーの色がどんな服にも合う。っていう風におすすめしてくれました。なのでスニーカーニューバランスは絶対グレー買ってねっていう風にアドバイスをいただいたので、ちょっとグレーを買っていましたけども、まあ、買って正解ですね、うん、実際他の洋服を着て試してみたんですけど、やっぱりこのグレーの色があれば何でもマッチするんですよ。そうなので僕はこの色一足あれば OK ということで、このスニーカーがいいですね。ちょっと長々と話をしすぎてしまいましたけども、まとめると2点です、とにかく疲れない、1日1万歩歩いても本当に疲れなかったです。なので、バーって歩いて帰ってきて、普段だったらまあ、あー疲れたって言ってこうもう寝に入るっていうか、まあ、リラックスタイムに入っちゃうんですけども、これだったらそのバーって歩いて帰ってきてもまだ活動を続けられる、元気が残ってるっていうことですね。なのでこれ本当に買ってよかったっていうのと、あとはそのこれがあればどんなファッションでも本当に様になるんですよ。まあとりあえず形になるっていうか、あ似合ってるねっていう風になるんですよね。なのでその洋服を選ぶっていうか、その今日は何着ていこうかなとか、どういう組み合わせにしようかなっていう風に考える時間もこれをしてからなくなりました。ベイパーの場合はまあこれでいいやっていう感じがあったんですけども、このニューバランスにしてからはこれがいいという感じですね。まあ、ちょっとこの996ってあたりがミーハーって思われちゃうかもしれないんですけども、でも僕もその574だったりとか991、992とか1500、1300、1700とか2000番台も全部履いた上で、あ、これがいいって思ったんですよ。そうなので、やっぱりその996が王道って言われる理由が分かりました。これを買って QOL が確実に上がりましたし、これを買って外に出かけたいっていうそのワクワクした気持ちになれるんですよ。っていうので本当にこれはもう今年一買ってよかったなっていうのにランクインしますね。うん、トップ3かトップ5どっちかにランクします。ということでこれがいいというスニーカーをやっと見つけました。はい、という動画でございました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちょっと今回自慢動画っぽくなっちゃったかもしれないんですけども、でもこのニューバランスって矯正靴メーカーが由来なんですよね。なのでもしこの動画見てくれてる人でなんかその歩くバランスが悪いんですとか、半球母趾でしたっけ、なんかそういう足の病気っていうか、なんかそういう症状で苦しんでる方はですね、ニューバランスは結構医療の現場でも使われているらしいので、そういった意味でもおすすめです。うん。